地球の皆さん、こんにちは。月くんと申します。今日はニュージェネレーションヒーローズと呼ばれているウルトラマン銀河からウルトラマンタイガまでの作品の未回収の伏線を3つ紹介していこうと思います。まあ、どこからどこまでを伏線とするかが難しくて、設定的に謎が多いウルトラマンも多いですし、物語の細かいところまで見ていけば、まあ、未回収というか明らかになっていないことは山ほどあります。タイガのピリカの他の個体はどこにあるのかとか、太平不動機は誰が書いたのかとか、こういう回収するつもりがおそらくないであろうことを伏線と言い出したらキリがないんですけど、今回いろいろある中からいい感じなのを3つ選びましたので、一緒に見ていきましょう。まず1つ目は銀河とルギエルについてです。このウルトラマン銀河とダークルギエル、以前銀河の解説動画でも触れましたけど、この2人もともと1つの存在だったんですよね。ドラゴンボールのベジットが悟空とベジータに分かれたみたいな、銀河とは全く違う存在から銀河とルギエルの2つに分かれたのか、それともデブ魔人ブーからガリガリ魔人ブーが出てきたみたいに、銀河の闇の部分がルギエルで銀河からルギエルが生まれたのかは分からないんですけど、そのルギエルが過去、要は今の時代に来て全ての生物の時間を止めようというラスボス丸出しの目的を持っていて、銀河もそれを追って現代に来てウルトラマン銀河の物語につながります。ここまでは分かっているんですけど、それ以上のことは全然分かっていなくて、未来のどこの宇宙から来たのかとか、どこ出身なのかとか、分離した理由は何なのかとか、学生時代何部だったのかとか、全て不明なんですよね。まあ、過去の動画で軽く考察はしているんですけど、この辺もう明かされることはなさそうですよね。体の配色的に銀河は M78 星雲出身のウルトラマンだと個人的には思ってるんですけど、未来で何があってルギエルが生まれたのかめちゃめちゃ気になりますよね。未来で何か辛いことがあって未来を変えるために過去に来たんでしょうけど、何があったんでしょうね。ルギエルってあんな怖そうな見た目をして、実はやりたかったことって誰も傷つかなくていいから時間止めようみたいなことだったんで、いいやつとまではいかなくても 100% 悪いやつでもないっていうのが面白いところですよね。月くんもたまに時が経つのが早すぎて時間を止めたくなる時があったり、再生数が伸びなくて闇の部分が出そうになる時があるんですけど、銀河とルギエルみたいに分裂しないように気をつけます。次はこの人、ウルトラマン X って何者やねんです。まあ、平成でもニュージェネでも設定が全てはっきりしているウルトラマンってほとんどいないと思うんですけど、この X は特に謎が多いです。多すぎます。なんなら判明しているのは名前と不愛想な宇宙人だと思われたくないと思っていることぐらいです。出身も年齢も貯金残高も不明で、地球で戦いながら身につけたアーマー系の能力もジオが開発したもので、この人のバックボーンにつながるヒントにはならないんですよね。で、もともとこの人、ウルトラマン X の1話の前から一人でラスボス怪獣とバチバチにやり合っていたんですけど、そのラスボス怪獣って半端じゃなく強いんですよね。その戦いで X もかなりの疲弊はするんですけど、最終話見終わった後で、ちょっと待って、 X ってあんなのと一人でやり合ってたのってなるぐらい強い敵だったんで、地球で戦っていた時よりもともとめちゃめちゃ強いウルトラ戦士だった可能性もあるんですよね。で、しかも X の劇場版で敵を倒した後、一旦地球から去るんですけど、その時大地たちに任務に戻るみたいなこと言ってるんですよね。ってことは、もともと何かしらの組織に属しているってことなんですよね。我々の任務とも言っていたんで、これは確定だと思うんですけど、で、さらにですよ。その任務云々を大地たちに説明している時に、横で初代ウルトラマンが一緒に、そうそうみたいな感じで貫禄しかない表情で見てるわけですよ。で、先言ってるわと言わんばかりに X の肩をポンってやって去っていくんですよね。いや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 、気になるわ。宇宙警備隊ってこと？ウルトラマンと知り合いやったんっていう。でもゼロのことは知らなかったんで本当に謎なんですよね。ザイゴーグと戦ってる最中で初代ウルトラマンにスカウトされたんですかね。シュッ、みたいな感じで。とにかくこの意味深すぎるシーンの真相を本当に知りたいです。こんな感じで X って謎が多すぎて、他のニュージェネウルトラマンと絡んでいる時も先輩感も後輩感もなくて、めっちゃ喋るウルトラマンなのに神秘性もありまくりの独特な空気感を持ったウルトラマンですよね。
いつか X の情報が貯金残高だけでも明かされることがあったらいいなと思います。最後は超空大教授デザストロ。ニュージーナファンだったらあーってなる名前だと思うんですけど、これはまあ伏線って感じでもないんですけど、ウルトラマンオーブとかゼロと戦ったであろう怪獣らしいです。名前しか出てきていなくて、姿も能力も全くの不明なんですよね。 X の劇場版とオーブの劇場版に名前だけ出てきていて、 X は劇場版の後このデザストロを追って宇宙に行って、オーブの宇宙に迷い込みます。で、オーブと一緒にデザストロとは関係ない劇場版の敵と戦って、 X は自分の宇宙に帰るんですけど、その後オーブのところにゼロが来て一緒にデザストロと戦うように言ってるんですよね。ウルトラマンオーブはエピソードが10個に分かれている独特な作品で、オリジンサーガがその一つ目のエピソードで、ナターシャと出会った時の話がエピソード5、テレビ本編がエピソード6、劇場版がエピソード7で、このデザストロとの戦いがエピソード8なんですよね。見せろ。マジで見たいですね。っていうか映像化していないところ全部見たいです。で、このデザストロとの戦いの後、エピソード9のファイトオーブにつながっていくという感じになっています。ゼロが一緒に来てくれって言ってるぐらいなんで、多分強いんでしょうし、名前もなんだか雰囲気やばそうなんで、いつか見たいですし、もうなんなら映像で見たいなんて贅沢は言わないんで、名前だけでももう一回出てきてほしいです。はい、こんな感じでさらっとニュージーネ作品で今後これについて触れてくれたらいいなと思えるような、まあ伏線って言ったらいいか分かんないんですけど、未回収の設定たちでした。他にも言い出したらまたまたたくさんあると思いますので、あれもこれもっていうのがありましたらコメントで教えてください。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。